ハルト君。はい。ごちそうさまです。いやいや、全然もう。ごちそうさまです、本当に。いや、もうしょうがない、それは。今、ハルト君に、ちょっと、あ、そうだ、俺言われたんだ。何を？帰省したとき。なんて？めっちゃ救急車通ってるねって。ラジオで？ラジオで。いや、私、通る、こ入るんだ。はい、めちゃくちゃ入ってるらしい。外で撮ってるみたいになってんだ、じゃあ。そうちゃんと環境的にはね、暖かくていいところで撮ってんだけどね。いや、ほんとに触れた方がいいって言われた。救急車？うん、気になる、触れた方がいいって。誰が？親戚中に言われた。いや、どう触れんねん、救急車に。で、だって、その、ね、言うんかな、なんて、あなたのこと迎え来たよって。迎え来たてって嫌だよ、そんなの。いやいや、本当にごちそうさまです。いや、全然だ。いや、そう、味どう？俺が選んだパンじゃん、セブンイレブン。あれね、あなたが、去年の年末までに、借金何万、55万まで減らせなかったら、ロキちゃんにパンを買うっていう罰が、ちゃんと執行されました。はい、いただきます。で、俺が買ったチーズポテトスティックね、選んだ。うまっ。やばいね、それマジで。うまいな。いや、そう、ポテトがちゃんとしてて、いや、思ったより全然美味しくて、ね、温めたらやばいんじゃない？いや、一応温めた。あ、そう、あなたのご飯待ってる間にどんどん冷えた。あ、俺がね、その…そう違うのよ、ハルト君。何？違う、そんな。何？もうめちゃくちゃ受け入れちゃってんじゃん。何を？自分が借金返せなかったこと、罰執行されてること。いや、もうそれはもう大人だから。なんでだよ、出来上がったらなんでだよ。あ、そうなんかさ、その去年の12月15日ぐらいに、もう諦めてたもんね。いや、返せたのよ、本当は。いや、その貯金も、なんかめちゃくちゃあって、おばあちゃんが、その正月使うでしょって言って、そう、10万円ぐらいこうポッて通帳に入れてくれて、そのまま返せばよかったんだけど、いや、年越したらもうゼロ。やばっ。いや、やばいよ。本当に正月使ったんじゃん、ばあちゃんの。でも、なんかその、どんな使い方したのとか聞いてほしくない、ばあちゃんには。俺からは聞いていいの？ああ、ダメ。え、どんな使い方したの？いや、でもパチンコだと思うんだよ。やばいな。そう、だからやばいから、おばあちゃんもごめんね。ちょっとやばいって。いや、そう、だからもう。大丈夫なの？その、ちゃんと罰も執行されてるしさ。うん。マイダでしかない、ね。ごちそうさまじゃないしな。なんか、二人で決めたことだから。別に今思ったけど。で、そのさ、快活にさ、食レポするようなレベルじゃないのよ、これ。このパンは。いや、でも美味しいから。いや、そうね。どんなパン買ったのってみんな気になるかなと思って。まあ、そうかな。セブンイレブンのね、チーズポテトスティックからさっき紹介してもらったけど、確かに美味しいわ。いや、本当に。確かに美味しいし。まあ、値段すごいけどね。本当に。いや、で、大丈夫なの？何が？そう、7月までに完済があるじゃん。うん。それは大丈夫なの？なんでそんな。いや、でも全大丈夫。え？間に合うと思う。全然自信ないじゃん。いや、多分、うん、間に合うと思う。何？いや、っていうか絶対か。うん。いや、多分絶対無理。絶対無理。絶対無理って言ったら今。いや、嘘でしょ。間に合うとは思うんだけど絶対無理って言ってるよ。間に合わねえじゃねえかよ。多分無理じゃねえかよ。いや、でも本当に今バイトもすごいやってて。まあ、そうね。あ、もう本当に今日もやばいね、本当に。で、パチンコもなるべく行かないように、見ないようにしてるしね、もうパチンコ屋は。宣言したもんね、俺に。もう外食は行かないって。そうだ、今日さっき松屋でバリテイクアウトしてきたんだ。外食じゃないか。外食じゃ、内食。テイクアウト。テイクアウト。俺行きたくないよ、松と。それもまた罰決めたじゃん。何を？てか、そもそも、うん。それやんなきゃ、うん。キングオブコント一回戦危ないよって話だからね。うん、そうね。願掛けよ、これはもちろん。うん。二人で。俺もう毎回言ってるし、もう毎週ぐらい言ってる。あなた大丈夫なの？行かない方がいいんじゃないとかって毎週言ってるし、二人のことだと思ってるから。うん。でも、これがダメだったら、ちゃんと罰もあるじゃん、また。なんだっけ。二人で富山旅行。富山ってどこ？じゃあそんなレベル？富山ってめっちゃ日本海側。日本海側結構東京から遠いじゃない？2時間ぐらいかかるんじゃない？え、じゃあその日帰りとかじゃあ無理なんだ。無理だと思うよ。二人で泊まり、同じ部屋で、その畳のある旅館とか。
畳みのある旅館で。で、そのあれでしょ、で、その内風呂あって。内風呂つけねえよ。内風呂で。なんで俺とお前で内風呂の部屋泊まるんだよ。内風呂あって、で、お前と俺で。内風呂泊まんねえよ。一緒にお風呂入って。なんでだよ。日本酒とか交わさなきゃいけないのか。気持ち悪い、気持ち悪い。そんな旅行にならないって。で、その、おかみさんとかが、その入ってきて、その、ご夕食の準備。しましたみたいな。もう部屋で夕食食べるやつなんだ。いや、そうそうそう、ちゃんと高そう、高そう。あ、でもその夜ご飯はすごい抑えてっていうか、部屋がめちゃくちゃいいじゃん。内風呂もついてて、うん、その本当になんで内風呂つけんだよ。景色もいいのよ、うん、いいとこ、日本海見える、日本海見える、うわーってこうなってて、うんうんうん、で、二人でうわーなんてこうなって、うん、でもまあ食事を抑えてお茶漬け、うん、なんでだよ。おかみさんがそんなにお金ねえよ。お茶漬けってこう内風呂あんのに、うん、ご飯がその、うん、下すぎるものからスタートしてるのないって。でもお茶漬けよ、ちゃんとした。じゃあもう買ってこようぜ、コンビニで。お茶漬けってこう、いや嫌だ嫌だ嫌だ。俺なんで日本から一望してるの、お茶漬けだけ食べなきゃいけないんだよ。いやでもうまいと思うけどね。だって普段でもそれじゃ足りない人間なのにさ。でも内風呂で2人で入りながら食ったらうまいじゃん。最悪なんだよそれが。いやうまいけどな。なんで内風呂入んだよ2人で。2人で入ったやだよ内風呂の旅館なんかわざわざ。いやいいけどな、楽しそうに喋ってるけどさ、うん、絶対返してくれ。いや返す返す返す。楽しいことじゃない、二人で旅行行くなんか。正直どうせ喧嘩すんだから東京駅で。東京駅で、うん、なんで遅えよっつって。俺遅刻してんのかな。東京駅ごめん。そうだよね、多分 YouTube 回さなきゃいけないじゃんそんなの当然。あ、まあそうね。どこでオープニング撮るかとかもめんだよ。駅の中でいいでしょっつって。いやいや恥ずかしい恥ずかしいとかって言うともめんだよどうせ。かわいそう。もう最悪。いやだから頼むよ本当に借金。いや本当返すわな。そしたらそれなくなるわけやもんね。そうそうだよ、別に無駄な出費増えない。もし1円でも返さなかったら、うん、俺あるとって止めるよ。いやそれはそうよ、うん、1円だったら返せよ正直。なんでなんで1円。まあでも富山旅行行かないといけなくなるもんな。そしたら1円返さなかったら。いやそうよ、もちろんそうよ。いや1円か。でも富山旅行行けんだもんね。なんで嬉しいんだよ。内風呂の。じゃあ2人でそんな気持ち悪いだろ最近。なんで容認してんだよ俺が、うん、はるくんガチ恋みたいなムーブするときにさ。いやまあ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 、突っ込んでほしいのにさ。まあまあまあなとかって言い出して。気持ち悪いよ。いやなんかもう言われすぎて、うん、ああこうなんの3年も経つと。いやなんか受け入れてきた。ダメだよ、よくないよ。なんでだよが逆にというか。なんそのもう、いや好きか好きかってなってきてる。いややめてくれ本当に。いやちょっと本当に頼むこと行きたくないから。 OK 頼むよ。いやまあ絶対返すわ。よしじゃあ始めていきましょう今年、はい、本当に今年一発目の撮影時だよね今年。うんそうね。じゃあ始めていきましょう、せーの。ちょっと待って、僕らは歩みを止めないラジオ。始めていきましょう。さじゃねえよ。何がさじゃないよ。そいつもある音楽じゃないじゃん。いややっぱ新年になりましたじゃん、うん、あの普通に、うん、あの今年撮影じゃん一発目、うん、本当に、うん、だから俺もいろいろ変えようと思って、正月の間実家帰っててさ、いろいろ家族から言われ、家族とか親戚から言われたよ。なんて、うん、その長いって。あ、ラジオが長いって。じゃあこんなんつけたらより長くなるじゃん。だから途中ジングルとか挟んでほしいみたいな、こういうラジオの中の BGM、うん、音楽。ああ、そうすると長く感じないかもね。そうそうそう、それでこれこのちょっと待って、僕らは歩み止めないラジオのこのオープニングを、うん、あの妹に作ってもらった。あ、これ妹作ったの。あ、そうだよ、妹に作ってもらった。え、聞きます、その感じで。いや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 、いい。なんでいい、なんかなんで感じ方また違ってくるもん。なんで。いや、その記載、いや、き、うん、サイじゃないけど、木がすごすぎて。あ、いや、木なんだ、うちの妹。木が奇妙なんだ。奇妙がすごすぎるな。あ、本当に、あの、え、いや、聞こうか、じゃあもう一回。あ、本当に、だから、そうそうそう、今度から構成変えようと思って、うん、最初ちょっと喋って、オープニングして、で、本編に入るみたいな。いや、そうね、今日そうだったもんね。そうそうそう、その音楽をちょっとこれに頼もうかなというふうに、あの、感じてるというか。You are father.
これです。いやもうなんかわーが俺一番嫌なんだよ。いや そのまま行けばいいけど、一回終わったと見せかけてわーが嫌なんだよな俺。いやいいじゃん、妹が考えてくれたの。俺 の好きな歌でさ、うん、春よ春よ恋だっけ、あの春よってやつ、春よ時春よで、で、ほんと一回終わったみたいな、うん、その歌の途中でよ、うんうんうん、タタ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 タ春よって、なんかもう一回盛り上がるの、ね、うんうんうん、なんそれがなんかけなされた感じがすごいというか。いや別になんか今なんかパッとあれイメージしちゃうかな。別にじゃあしてないしてないしてない。でも妹あれだよ、何これあのクラシック、あ今普通に俺らピアノやってたんよ。妹だいぶ長い。俺ら俺もやってたし、妹も俺っていう、俺らうん俺ら、いやいや、なんかロキちゃんと妹、キモいコンビ、俺らやめてくれ兄弟で俺らで、それで、うん、ずっとピアノやってて、うちにもピアノあって、妹も高校生ぐらいまでピアノやってたのよ。へぇ、うん、で、あのそう家にクラシックの楽譜とかいっぱいあるのよ、うん、メネットとかさ、うん、ピアノソロとかいっぱい楽、あのへぇ、あ、ちゃんと、うん、妹それ持ってきて、うん、ちょっとニーニー、あ、ニーニーって言われてないけど、ニーニーね、うん、ニーニーちょっと音楽作る、ジングル作るからっつって、うん、携帯貸してたら、うん、出来上がったのがあのこれなんですよね。いやもういいってって始まるやつもええって。何のあれをイメージしたのかまたく分からないし、うん、なんでそのクラシックの楽譜見ててこうだったのか分かんないけど、もうほんとよこれがオープニングテーマとして、あの商店家の、いや俺認めてないけど、うん、まだね、うん、そう慣れてきたら、うん、あこれないとダメだってなんか取る時は来ると思うけど、今はもう不快感でしかないなんかもうちょっとね、いいマイク買ったな。いやマイクのせいじゃねえよいや、そどう聞こえてるか。あなたその、うん、いろんな方面にさ、うん、盾つきすぎだって。おな、なんやばいよ、そのさ、うん、うちの妹のこともめちゃくちゃに言うしさ、うん、せっかく音楽提供してもらった。いや、ありがとう。これ本当に嬉しい。で、俺の地元のさ、うん、ファンいるじゃん、俺の友達のファン。うん、あの子ともさ、うん、あの、年末年始もさ、うん、あの、地元帰って、うん、野球部で飲み会したの。甘い言ってたやつ、うん。そうそうそう、その時に、その、俺の友達なんかは本当に、うん、あの、うんマジで少年が面白いよみたいな。おお。で、マジ？っつって、なあのメルヘンあれじゃない？よくやってたやつ。メルヘンもう本当に面白いって言ってくれて。どうなったってこう聞かれるの。でも それで、うん、あの友達は、うん、あいやいやいやマジ見た方がいいって言ってくれるぐらいなのに、あなたが前回のラジオで一緒にほらあの飯行った話した時にさ、うん、あの途中タバコで抜けたじゃん、あなたと友達は、うん、その時にあなたが、うん、あのいやヒロキってさ大変でしょ、うん、いやさ、うん、大変だよなあいつ、でもなんかそれもいいっていうかさみたいな話、うん、熱くされてすげえうざかったみたいな話。いやうざかったって言ってねえよ。あよくないよ。いやちょっとショックだった。ショック受けてダサかったって言ってた。ショック受けてたよ、うん、俺酔って熱く語ったやつみたいになっちゃったっていや語ってたもう本音で喋んない方がいいよって言っといたあいつ。いや言うなって、そんな俯瞰して見る癖あるからあいつと今度会っても本音で喋んない方がいいと思うよって言っといたから。いやいやいや本音で喋って、いやなんかあんまり牙向かないでくれる、その俺がロキちゃんがの方運んでる友達だって、うん、僕あなたの友達のさよく来てくれる人とかに何も言ってないじゃん別に。なんかじゃあ俺はそう牙向ける人は決まってるよ、もう仲良くなりたい人仲良くなりたい。いやもう昔からやっぱそう。ああ取り返した？今どうかな。本当にやっぱ取り返したから、ね。好きな女の子にはちょっとちょっかい出しちゃうみたいなとこあるから。うん、あ、本当仲良く心許した人にやっぱちょっと行っちゃうの。なるほどね。ああそうなんだ。うん、ああ取り返したかどうかな。ちょっと聞いてみるわまた。また取り返したかなっつって。取り返したかなーでその取り返せてる可能性ゼロで。狙ってるんだわ。狙ってんの？いや狙ってないけど俺の言葉は。なんかそれでさ。うん普通に正月だったじゃん。うん。でもまあ正月の話はもうしましたけど、前回の収録で正月。あ、そうね、もう正月。そう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 。あなたあれだもんね、鳥を、うん、になんかそう家まで運んでもらうみたいな話だったよね。あ、そう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 。父親が雪だるまから出てきたり。あ、そうだそうだ。そういう変な部分以外はあ全部本当になっちゃった。俺ずっと一人ぼっちだった。一週間以上実家に帰ってて。
誰も誘わなければ誰からも誘われずに。野球部はあったんでしょ。ああ、それだけ、それだけ。え、それだけだった。のみ実家帰って一人は家族。うん、ずっと家族と一緒にいた。家族と。え、でも長い期間帰ってたじゃん。長いって言ってもで、だけど、うんうんうん、で仙台にも行ったけど別にその浪人の頃好きだったことも合わなかったし、あ、行ったんだ。そうそう、一応5時間ぐらいで帰ってきたし、何も飯も食わずに帰ってきた。何も買わずに、なんかお前のストイックなんか仙台行ったら予備校時代に、うん、こうなんていうの、本当に金使わない人だったじゃん、会った頃。あーだね、うん、それ思い出してきちゃってさ、なんか全然金が使えなくなってさ、いっぱい食べようと思ってたのに、なんか、本当にそれ以外本当になっちゃってさ、俺もさすがにそんなことないと思ったらさ、本当にずっと家族と一緒にいた。え、だって行動起こしてないでしょ、自分から。まあ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 、まあ、そうね、言っちゃえば誰かからじゃあ、おい、ひろき遊ぼうぜを待ってた。ないんだ。なかったね。え、でも開いたの、野球部の会なんか開いたのあなたじゃん。そう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 。で、そいつはもう地元にいるじゃん。うん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 、そうね、集まったんだ。うんうんうん。で、その後、次の日とか、おひろき昨日ありがとうな、あちょっとさ、みんなで、うん、またちょっと、うん、みたいにならなかったの。うんうん。あ、そんなそんなクハーってなる感じなの。いや、で、その授業も一応あったんだよ。何授業？あ、大学の。うん、一応オンラインでやろうと思ってたんだけど、もうで、家帰った次の日ぐらいにやったんだけど、次の日と次の、家帰った次の日とその次の日、2日間あったんだけど、実家が心地よすぎたんか知らないけど、ちゃんと忘れてて、うん、その月か、うん、本当は授業あったんだけど、火曜日の終わりぐらいに、そういえば、あ、ロキちゃん、親にね、ロキちゃん授業受けたのどうだったって言われて、その時に思い出して、あ、受けるの忘れてたってなって、本当に情けなかった、さすがに。こんなにも堕落するか自分はと思って、明かりでみたいになってる。明かりでみたいになってる、手の形が、明かりでみたいになってる。うわ、なんで、なんか出てくるの、答えが、それ。実にダメだ。あ、実にダメか。実にダメか。いや、こいつ。いや、その、いや、そんな。いや、本当よ。でも、気悪かった。それと。何気悪かったって。本当に、俺は。何聞いてた、うん。でも、あなたの正月の話だけどさ、うん、本当にさ、残念なことではあるんだけどさ、うん、12月20日の後半にさ、うん、あとのおじいさんが亡くなられたじゃん。そのおじいちゃんが亡くなった。そうそうそう。で、あなたも律儀に俺にも報告してくれてさ、いや、なんか一応そのライブとかネタ合わせ云々があったから、そうよね、そうね、亡くなっちゃって、葬式があって、そうそうそう、で、ほんとに年末ギリギリだから、年末にするんか年始にするんかどっちなんかも分かんない感じだったじゃん、日程的にも、うん、俺も大変だなと思って、でもしょうがないっていうかさ、うん、別に多分あなたもライブ云々で連絡してきてくれてるんだけど、でもほんとにそれはしょうがないことだし、いや、そうね、でも心配だなと思って、あなたは割とね、うん、さっきも言ってたけど、本当にお金困ったら祖父母に連絡してるじゃん。いや、まあそうね。だからちょっと心配だなと思って、普通に、うん、どんぐらいの関係性とか分かんないけど、うん、と思って、うん、まあ、あなたから分かりましたみたいな感じで返信したのに、でも全然連絡なくて、葬式いつすることになりましたみたいな感じで、うん、まあ、でもこっちからしにくかったし、うん、でもあなた の、 そのメンタル面も心配だったから、うん、俺からね、うん、そのネタをとか送ってありがとうございましたとか帰ってきて、うん、その後に、おじいさんの方は大丈夫ですか、うん、みたいな、いろんなこと含んで、ね、うん、いろんなことを含んで、その日程とかもそうだし、うん、あなたのメンタルも大丈夫ですかみたいな感じで、うん、おじいさんの方は大丈夫ですかって俺から何を送ったら、うん、あなたから大丈夫じゃないから亡くなりました、うん、帰ってきた。俺本当に気悪くて。いや、そう、気悪いのこっちよ。なんで、なんでだ、めちゃくちゃ気使ったじゃん、こっちは。おじいちゃんは、うん、もう本当に、うん、そう、天国行ったのよ。はい、そうですね。そう、何笑ってんね。笑ってないよ。そういうことなの。笑ってないよ。あ、笑ってないよ。また気づいちゃった。笑ってないよ。おじいちゃん大丈夫ですかって。そう、何、地獄じゃない、そんなわけねえだろってこと。おい、なんでそんなポンポンに話せんだよ。じゃあ俺また言う、いい、間違いだったと。天国だよ。ちげえよ、ちげえよ、天国だよってこと。やばいって、ネガティブやばいじゃん。ネガティブじゃないよ、ネガティブだよそれ。いや、やばいね、あなたがね。ちょ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 、だって
大丈夫じゃないから。だって気使ったら、いや、よく言われる俺は、だから。変にあなたに了解とかってメッセージ送ると、またブチギレられたみたいなこと言われるよ。うん、なんか、うん、ちょっと遅れますみたいな、了解とかって送ると、うん、本当に了解だだけなのに、うん、またブチギレたみたいな感じで言われるから、気使って気使ってこっちから、うん、なんか別に日程聞くわけでもない、うん、メンタル心配だから、うん、なんて言ったらいいか分かんないし、おじちゃん葬式はどうなりましたとかだとなんかその日程聞いてる感じがすごいじゃん、うん、だから、うん、おじちゃんの方はどうなりましたみたいな感じで、いや、あの、うん、何でもいいからちょっと返信してみたいな感じで聞いたら、うん、大丈夫じゃないから亡くなりました、うん、やばいな、あなたどんなどメンタルやられてた。いやいやいや、その時だってさ、うん、多分まだ年明ける前よ、その時、うん、その時はだってさ、うん、東京いたでしょ、うん、そしたらまだ東京はいてとかさ、うん、でもショックだねみたいな感じで返信すればいいのにさ、大丈夫じゃないから亡くなりました、もう実家いて悲しみに暮れてるみたいなさ俺がそれに水を差しみたいな感じでさ送ってきてさ、でちゃんとその高木くんのツイッター、少しの高木くんのツイッターにさ、うん、日本酒だからなんか焼酎持ってるなとかさ、うん、画像残っててさ、すげえ腹立ったもん俺、うん、大丈夫じゃないから亡くなって、やニャカニャカニャカって言ってるみたいな、ニャカニャカニャカとは言ってないだろうけどさやめてくれよ、あなたまで使い出すの。あの死んどいやつな。俺、あ、あれ死んだの。うん、あ、違う違う、死んだの。しんどいやつ。あ、しんどいやつ。あの重いやつね。重いやつ、重いんだね。あれ重い。まあでもそう、いやでもおじいちゃんもいで、まあまあそのね、いや俺あれが、いやまあちょっと気悪い話になるよ。でもこれはあなたに勝ち目はない。これごめん。もうほんとただ気悪い話をするよ、お前の。こう俺が、うん、もう6日まで無理だと。本当は6日ネタ合わせの予定だったけど、6日までちょっと静岡にいることになった、おじいちゃんの葬式とかねみたいな、でごめんねってあなたに言ったら、5日ぐらいに、前日ぐらいに、え、本当は明日無理なんだっけみたいな、いや、いや本当に、え、本当無理みたいな聞いてきて、で俺はまあその5日で終わったから、いやもう明日帰るから大丈夫だよみたいな、いや行けますって送ったら、やったぜーみたいな、何回しもなかったし、やったやったー、違う、それも違う、違う送んねえよ、しんどすぎるだろ俺、違う、それも、もともと5日だかにネタ合わせするって言ってて、うん、あの本当にあの俺らが最後に、うん、じゃあお疲れまた来年もよろしくって、うん、言った時には、うん、であなたのそのおじいさんの お葬式があるっていうのも、うん、まあ確定何もなかった時には、うん、そういう予定だったから、うん、で、まあ、3日とか2日ぐらいに、うん、ネタ合わせどんな感じになりそうって、うん、いつか無理そうって、うん、ちょっと厳しいかもなって話してて、うん、で俺高木君とその後なんか電話かなんかしたのよ、うん、電話来て、うん、明けましておめでとうみたいなことで、うん、で電話して、うん、でそれで、うん、その時に、うん、いや松本大丈夫、なんか落ち込んだりしないかな、話聞いてたの、あの聞いたの高木くんに、ああ俺とな石原さん一緒だしね、そうそう、なんか知ってるんじゃないかっていう、どんな様子が聞きたかったの、うん、そしたら、ああなんか今日帰ってくるらしいねみたいな感じ、うん、言ってて、うん、それ確か4日ぐらい、うん、4日の話よ、5日の合わせ厳しいかもしれないみたいな感じの話、うんうん、なんか4日ぐらいにあれ言ってたな、でなんかさっきパチンコ行くって言ってたわって、うん、葬式の裏面でお前パチンコ行ってんのかと思って、うん、腹立ってあなたに俺は、うん、あれ結局明日ってどうなったみたいな感じで送った、うん、やばいじゃんそれも、何が怒り任せでいやそうだよ、いや本当にそうだったらどうすんの、何が本当は大工の嘘、うん、ユーモア溢れる松本といえばパチンコっしょっていうのと、うんうん、今日帰ってくるって嘘を乗せて、うん、俺が本当は泣いてて、そんなそんなのつかねえだろ、で俺がふってなって、なんか明日行ける、うん、ってなったらどう、だって俺と高木くんはまだそこまで仲良くないから、あガチのことしか言わない、ガチのことしか言わないと思うから、あそっか普通にね、あの楽しく電話してたわけじゃなくて、うん、ライブやってみないって話しただけだから、うん、あまあそうね、そうそうそう、だから本当に腹立っちゃって、ね、パチンコ行ってると思って、いやパチンコはやばいよ、葬式の裏でパチンコ行ってんの、だ葬式の裏にパチンコ屋あるんだからだからって行かないでしょ、そう、その式場あって、うん、あと式場の、うん、本当に細い道路挟んだ一個裏にでっかいパチンコ屋なんだよ、いやそれも立地もおかしいけど確かに、いやもう立地もおかしい、聞いたことないよパチンコ屋の近くに、そう、斎場があるのは、
いやだから俺は、うん、いや様子見だと思って いやだってそのやっぱ本当に好きだから。そこでどんくらい負けたの？うん。そこでどんくらい負けたのその日？でも、うん、なんか一回家帰って、うん、みんなでね、うん、でその妹運転できるから、うん、暇だったから妹に運転させてパチンコ屋行ったの。かわいそうだ。で確かに俺はもう成人してるから、うん、妹たちにちょっとでもお年玉あげないとと思って。まあそうだから、うん、お兄ちゃんは今お金を持ってる、うん、でもこれはあげないよって、うん、勝ったやつ全部あげるって言って、はあ、5000負けて、うわ、でもちょっとメダルあったのよ。で、ジュースにして1本ずつあげた。うわ、しょっぱいお年玉。でも喜んでたよ。2番目からもらえよ。コーヒー好きって言ってた。でも妹ってあれでしょ、あの、葬式あって、お父さんとかお母さんとか、うん、あの葬式の方につきっきりになっちゃうから、うん、じゃあ妹、2番目の妹、家掃除してきてくれるって言ったら、うん、ふざけまくってたんでしょ。あ、長女の方が、そうそうそう、帰って、掃除とか洗濯物とかちょっと回しといて。うん、で、両親が本当にお願いしたら家帰ったら寝て、うん、でもダナも吠えてたんでしょ。そうダナも、なんで、なんでうちが開けるみたいな感じで言ってたんでしょ、ずっと。何一人やろ、やばいって、兄弟で。いや、フワちゃん目指してるって。2番目そう、何やってんだよ、兄弟してさ、葬式の裏で。葬式の前日とかも飲み歩いてたんでしょ、あなた。いや、それは別にあれだけど。いや、飲み歩いてるというか、いやだから、せっかく地元に帰ったから、で、ほんと何人かと遊ぶ予定だったから、だったらもうちょっと呼ぼうかって言って、かつての高校たちの英雄たち、あ、英雄って言ってんだよ、俺は仲間、その時の同級生のことを英雄たちって言ってんだけど。なんで？そう、英雄たち呼んで。なんで？本当になんでだよ。静岡で戦ってるから、あいつらは。気色悪い。俺は東京で張ってるよ。静岡代表で。英雄。英雄じゃねえよ。白レンガの。ほんと、エースとして。白レンガのエースじゃねえよ。で、今頑張ってるから、英雄、俺も英雄で、英雄たちで集まって、ちょっと飲んで、うん、でも、あまりにもう、ちょっともう、いいかと思って楽しくなかったの。あ、そうなの。1軒目、楽しくて、2軒目カラオケ行ったんだけど、カラオケなんか、もう誰も歌い出さないから、そんなことある、まあ、俺から歌い出すかって言って、こうテルーの歌を歌い出して、俺がテルーの歌、テルー夕闇せまる雲の上、いつもっていう、まあ、まずロートーンで言ってみたの。そしたら誰もなんか何もなくで、その後続いて何人かが昭和の名曲みたいな歌い出して、それに釣られたんでしょ。うん、で、なんか全然現代の曲とかいかず、俺もちょっと中島みゆきとか歌って、珍しい。でもまあいいかと思って帰って、葬式の前日で、次の日お葬式よ。なんでさ、うん、俺そんなやつにさ、うん、気悪いってぶち切れられなきゃいけない。やっぱ気悪いな、あれは。葬式に、やばいって、やばいな。本当におじいちゃんにはさ、俺からもお悔やみ申し上げたいのにさ、当、うん、の本人がこんなんじゃさ。いやでも悲しんじゃダメだっていうのもあるよ、やっぱ本当に。ちげえよ、またちょっと。おじいちゃんはちょっとそういう人だな。パチンコ行くのはまたちょっと違うよって。おじいちゃんもパチンコ好きだったろうに、真面目な人だったけどね。じゃあ好きじゃないんじゃない。いや好きじゃない。好きじゃねえじゃねえかよ。じゃあギャンブルとか好きじゃない人だった。じゃあ好きじゃねえじゃん。お堅い人だった。お堅い、やばいって呪われる本当に。おじいちゃんに、いやおじいちゃんは、いや本当にでも俺感謝してるから、おじいちゃんに。あ、いい思い出あるし。そうか、そう、ええ、空正月でしたね、久しぶりに。じゃあちょっとおじいちゃんに捧げるこの曲。まあそうだね、ちょっとな、これだけ聴かせようかね、おじいちゃん。I'm your father 映ってるから。起きるって目覚ますって。おじいちゃん不協和音すぎて。ちょうどいいじゃん、I'm your father って言ってんだから。あ、逆か、逆か、うん、だからおじいちゃん言ってんのかもしれないしね、だ、I'm your father で。でもファザー、まあ、グラファーだけど、まあそうね。まあでも本当にいいお正月、いいお正月なわけねえだろさすがに、うん、いやでも本当にあの、うん、おじいちゃんも多分さ天国から見てると思うから、今年1年頑張ろうか。いや本当に頑張ろう。最後に今年のさ抱負とかある？なんか俺一つあるよ。何？
俺彼女作る。借金返せ、借金返せ、キングオブコントだろ。おい、何カード作る、バカみたいな。さっきも気持ち悪かったわ、なんか彼女作る。キングオブコント、なんか今年楽しんで正月の楽しみがないって話したらさ、あなたがさ、うん、俺はね、俺はね、めっちゃ怖い、正直。でも、まあ、それはわかるよ、俺もそうだもん。もう1回戦めっちゃ怖い、正直、うん、M1 も怖いし、うん、受け立って落ちるんだって思うしさ、うん、怖いんだけど、怖いけど、それはわかるんだけどさ、うん、あなたそうなんてさ、うん、だから怖いから、うん、賞レース1回戦の前日に、うん、女の子に慰めてほしい、うん、怖い、もう賞レース怖いよ、何言ってんの、ここまで頑張ってきたんでしょ、ハル君なら大丈夫だよって言われたいって、うん、気持ち悪い話や。いや、その俺の中本音の部分言ったらもう終わりよ俺が本当はそんな人でしたって言ったら終わりだよいや、ほんとはなよなよしてて恋愛好きとか言い出しちゃう、終わりだよ。前回あげたラジオもさ、うん、めっちゃ恋愛トークじゃん、あなたの。いや、まぁ、ちょっと最近恋愛トーク好きマイブームというか。あ、そうなんだ。うん、ほんとに恋愛いいなっていう。じゃあ今年は頑張って彼女作れるように。いや、ほんとに彼女、俺はお笑いのために頑張るから。あと論文、論文、査読論文一本出せるように頑張るから。お前はその身にならないとこで頑張ってくれ。身になるだろ。俺はその私生活とかを充実させていくからまあでも本当に、まあそうだな、彼女こんなことないけど、彼女ぐらいいないとまずい年になってきたよな。うん、本当にな。まあ何はともあれ今年一年頑張りましょうよ。いや本当に頑張ろう、ありがとう、マジで。今年もよろしくお願いします。おじいちゃんの分もな、多分見せてくれてるから。いや本当によ、本当に頑張らないと残ってる人たち見せれるように。そうね、また今年一年もよろしくお願いします。それではお願いします。それではまた来週、じゃあねー、バイバーイ。ニャカ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 ニャ。エンディングテーマでもあるから、これがまとめてすなよ、こんな気悪い。ごちゃごちゃの曲ね。